ねんねんねん、パーソナリティ杉本真子です。 Spotify で聞いているあなた、再生ボタンの下あたりに5秒アンケートを用意しています。今この瞬間に回答してみてください。さあ今です。あなたのアイディアすぐに採用させてもらうのでよろしくお願いします。それではねねねポッドキャストスタート。昼飯、さあ今日の昼飯はドンファームのピザ。どうもアルカンドピース酒井です。 SBS 新人アナウンサー杉本真子です。 SBS アナウンサーの滝沢優希です。はい、グラッチェ、ドンファームは何なんですか。ドンファームは、うん、お店の名前。お店の名前。グラッチェは違います。グラッチェ関係ないです。ドンファームは2020年に駿河区の海沿い国道150号近くにできたファーマーズレストラン、うん、その日収穫した新鮮な野菜をたっぷり味わうことができ、本場ナポリからのピザ窯で焼くピザが特に大人気ということで、今日は葉ネギとシラスのピザ、そして季節野菜と鶏ひき肉のピザ、2種類用意して。美味しそう。耳がやっぱりこうなってますよ。この窯で焼いたね、どっちがどっちか分かりますか。ひき肉の方だなこれは、うん、ひき肉で区別できますね、うん、うまい。美味しいですか。いただきます。すごい野菜たっぷりのって、ね、生地うめえこれ、うん、もちもちですか。もちもち系、生地がうまい。いただきます、うん、これなんだ、野菜、野菜もすんごい、もちもち、うん、おいしい、おいしい、うん、あ野菜もいいね、うん、お野菜がおいしいって言うんですよね、うんうんうん。今日は何、この野菜は何ですか。これですか。これブロッコリーじゃないですか。うん、違います。葉ネギ、何、ブロッコリー、ブロッコリー、コリンキー。何それ。季節野菜、季節野菜、あ季節野菜か。何だろうな、ブロッコリーと、えカリフラは菜の花、そうそう菜の花、それか、それ菜の花。いや菜の花じゃないですか。え、あのほら今ロマネスクみたいなやつね、ロマネスコ、ロマネスコ、ロマネスコと多分ブロッコリーも入ってるかな。あーいろいろ入ってるんですね。ちょっと難しい、うん、難しいやつ、たくさんいっぱい、たくさんいっぱい、はい、緑の野菜がいっぱい、うん、シラスの方も、はい、シラス、葉ネギとシラス、うん、あ、もし間違え今食べたの。今シラス食べてました。あ私も間違えちゃった。うまい、シラスの、うまい、シラス美味しいです、いい塩気、うん、うわー、たっぷり野菜が、うん、やば、うまい。シラスの味もちゃんとしますよね、うん、だしネギもすんげー強いわ、うんうんうん、美味しい、うん、うん、どっちもうまい。うん、もちもちで。先週は、はい、杉本さんはリフレッシュ休暇ということで、はい、僕と滝沢さん2人で、はい、はい、リフレッシュできました。その前にちょっとお二人に言いたいことがあるんですけど。何ですか。何ですか前回の放送。あの私、うん、母親と車の中で聞いてて、ちょっと若干気まずい空気が流れたんですけど。お母さんとは嫌だな。どうしてくれるんですか、うん、ま、危なかったですよ本当に、ね、ブレスレンちゃん、ね、よかったじゃないんですよ本当に。生きていいね本当ね。いやいやいや、うん、いやいいブレスだった。でも本当に、うん、感心したよ。 そんな二人の言葉騙されないですよ、ね、本当に本当に本当、いやいや、うん、お母さんと一緒にいたんだ。お母さんと一緒にいました。いやだな、他の状況だって欲しかったわ。でも旅行行ってきたんでしょ。旅行行ってきました、ね、はい、リフレッシュできましたおかげで、はい、トラブルなく、トラブルなく、はい、楽しく、本当に楽しい、はい、うん、一人旅ってこと。一人旅です。な、なんて何ですか。もういいからさそれ。いやいや、その次一人でどこ行ってた。一人で、まあ、まず和歌山市に着いて、うん、和歌山市から白浜町っていう海のところまで、南紀白浜ね、はい、高速道路1時間半ぐらい運転して一人で、はい、行ってきました。和歌山の海に、うん、すごい綺麗なんだよね。すごい綺麗でした、ね、断崖絶壁、うーん、はい、一人で、はい、うーん、飯食った、食いました、食いました、食べました。
あのトレトレ市場っていう市場があって、うんうん、そこであのマグロ中トロ丼みたいなの、ね、マグロ一人で食べました。はい、一人で、はい、うまかった。美味しかった。高いの？そうですね、1200円くらいで、うん、結構ちっちゃい丼ぶり。いっかってなるもんね、はい、ちょっと旅行とかしてるとね、まあ、ちょっと奮発しちゃおうって、ね、はい、なりました。美味しかったです、本当に。スペースワールドだっけ、あのパンダ見れるとことか行かなかった？あ、ちょっと一人は寂しいなと思ってやめました。ロケットは、ロケット見れなかった？ロケット見られなかったです。見なかったから、はい、タイミングがちょっと早かったですね。あ、そう、はい、で和歌山行ってから一泊したの？和歌山で一泊して、はい。それどういうとこなの？ううそう、普通のホテル、ビジホみたいなこと。あ、普通にホテル取って。駅地下とかね。はい、駅に近いホテルと。温泉とかじゃないんだ。あ、温泉もついてるところを取りました。あ、そうなんだ、はい。よかった。よかったです。はい、ちょっと夜一人で出ちゃおうかなとかなかった？ありましたありました。一人で、うん、あのプライベートサウナ、うん、自分だけの空間でできるプライベートサウナを、うんうん、サウナみたいな、はい、借りて予約して、うんうん、行きました。え、和歌山で？和歌山で。よかった。よかったです。へえ、はい。どう今のところ？いや、あの一人でオッケー。ちょ、怪しいですよね。何が怪しいって、いやもうここまで行ったらそのもう一人だとそのアドベンチャーワールドとか行くの気まずいとかみたいな、そういうのないじゃないですか。もうせっかくだから行こうって多分気になると思うんですよ。一人っていうのを強調するがためにあえてそのアドベンチャーワールドを外す。これは作戦です。いやいや、ありがとう。すいずっと俺が今がすごい、うん、泳がしてたんだよ。そういうこと、杉本のことずっと泳がしてて、うん、本当に一人がプロファイリングしてもらってた、うん、もしかして二人騙されてたってことですか？恐ろしい。でサウナ行って一泊して、はい、一泊してで京都に行って、うん、京都でもう一泊して帰ってきました。すごいね、在来線乗ったってことでしょ、はい、だからそうです、在来線乗りました。そうだよね、なんかしなきゃさ。そうですね、和歌山行けないしさ、はいはい、特急で行きました。京都は何したの？京都は神社行って、うん、その玉の輿守見つけた今宮神社、あーそっかそっか、と八坂神社。八坂神社ってあれだっけ、あの芸能人の行くとこだっけ？あ、違うか、祇園の近くにある大きい、あーあれか、神社、あー、はい、あーあーあそこね、はい、あの交差点のところのやつ、ね、あ、そうです、交差点のところ T 字路のね、あ、そうです、そうです、ね、はい、T のところ上のところにあるあ、そうなんだ、はい、よかったで帰ってきました。よかったです。一人で、一人で、はい、すげえ。飯は京都で飯食った？京都でご飯は、京都にあるフルーツサンドがすごい美味しいお店があって、ああそこでフルーツサンド食べました。はい、え、お店の中で食べたの？いや、持って帰って、はい、はい、一人で、一人で。何サンド食ったの？だってなんかいろいろなんかあるじゃん、フルーツもさ。あの5種類ぐらい入ってるパックになってて、うん、メロンとかイチゴとかオレンジとか。もう丸々入ってるみたいな、はいはい、何選んだ？え、あのイチゴとメロンが一緒になってるやつ、うん、あ、一緒になってる、食べました。一人で。一人で。ね、楽しかった。でそこでも一泊するの？そこでも一泊しました。京都で。ビジホ。まあ、普通のホテル、はい、ここまでどう？いや何これ、いや一人で行っていちごとメロンの2種類のやつを果たして食べようという気になるかということですよね。そこだよな、うん、僕はメロンがいいな、私はいちごがいいよ、うん、で、じゃあ合わさってるのにしようかという会話が安易に推測できますよね。確かに、うん、ガバガバ考察ですよこんなの。何とでも言えるんですから。そんな、でじゃあ神社行ってフルーツサンド食べて、はい、夜ご飯とか？夜ご飯はあの3日目にはもう静岡に帰ってきてて、はい、映画ボブマーリーを見に行く予定があったので、おあの映画、映画ボブマーリーの映画が公開されたんですよ。あ、そうなんだ、はい、なんで早めに帰ってきました、静岡に。グリーン車？いや普通の、普通車。 A 席？え？ C 席？ ABC 席？ ABC 席？ DE 席？ DE 席？どう？どう？いや DE 席なんて隣り合って隣り合って座りたいカップルしか座らないですから。ABC もそうですよ。
そろそろ限界が限界が無理です、これからは無理です、うん、一人で行ってます、一人で行ってます、一人で行ってますよ、本当に楽しかった、勝ったじゃんそんな、ガチリフレッシュ、ガチリフレッシュしましたよ、でボブ・マーリーの映画も見た、見に行きました、よかった、よかったです、うん、その半生を描くみたいなこと、いやほぼ音楽が流れてる映画だったんですけど、ほとんどもずっとレゲエミュージックが流れてるのをひたすら大きいスクリーンで見るみたいな、よかったです本当に、あのなんか踊ったりしてもいいの、なんかあるじゃん応援上映みたいなさ、ああいや、そういうのありそうだ、なんかそれはできなかったんですけど、でもこう横にいる人とかはもう思わず足が動いてるみたいな感じでした、あら面白かったです、いいね、面白かった、はい、すごいな、なんかしっかりリフレッシュして、ね、本当になんかなんかあるじゃんいつも滝沢さんとかだとさ、はい、しょうもないこと、ね、なんかしょうもないこと起きるけど、はい、いいね普通に、ね、旅普通に楽しかったです、いいな、一人だもんね、一人、はい、もう一回聞くんですか、いやピザうまかったね、うまい、俺朝今日何も食ってないんだよ、朝何も食ってない、そう最近朝ごはん結構ちゃんと食べるようにしてたけど、うん、今日結構子供が早く起きて6時半ぐらいに起きちゃって、早いな、パパあっちゴーゴーっていうの、あのリビングの方に連れてきたの俺を、あっちゴーゴーパパゴーゴー、でも寝たふりしようと思って寝たふりしてんだけど、覗き込んで顔、パパゴーゴー、かわいい、いや怖いよもう行くしかない、行くしかない、じゃあもう行こうと思って行って、なんか昨日知り合いの、うん、あ俺アルコ&ピースの衣装さんがいるんだけど、うん、その衣装さんの子供の誕生日で、うん、その時に俺赤本の商品券みたいなプレゼントしたの、うん、そのお返しで千匹屋かな、千匹屋のフルーツのエクアドル産のなんか一本高いさまっすぐなバナナあんの、すごい、すんぐ多分ねいい値段するんですよあれ、うん、でそれもらってヤバタンと一緒に食べようねとか言ってたんだけど、もう娘が見つけちゃって食べたい食べたいって、もうペロッと一ついくらかわからないバナナをいやでこんな早く起きることまあないなと思って、まあ、いつも通り散歩には行くんだけど、あの俺が住んでる区で、あの記念樹、そう生まれた年の子たちの名前を入れてくれる記念樹を、うん、とある公園に植えてくれてる、うん、なんかそういうのやってるの、うん、うちの区が、そうちょっと遠いから今まで見に行けてなかったけど、あこの際行ってみようかなと思って、ちょっと時間かかるけど、はい、長めの散歩として、うん、でむーちゃん抱っこして、はい、朝からその公園行ってぐるぐる探して、うん、結構でっかい公園なのよ、うん、見つかねえなと思ってほんとすっごいちょうどなんかね海沿いのこう L 字になってる公園なのよ、海沿い、こう L のこの角のところにあったの、うん、で記念樹見たら境結びもあったし、紬の下の子のやつもまだ若い幼木っていうの、若い桜の木、はい、で記念樹ってまだ書いてあって、名前見つけてすっげえほっこりしたの、あったかい、早起きしてよかった、皆さんも早起きしてみてよ、いやだだだだ何この番組、綺麗な綺麗なオープニングになっちゃったな、いやマジでよかった、記念樹って やってんのかな他の、いや聞いたことないです、うん、いい、それはめちゃくちゃいい、めっちゃよかった、しかも桜だからさ、しかもムーちゃんの方はきっと多分今年咲くぐらいのもうサイズになってて、あ見に行ってでムーちゃんもこれが記念樹だよって言ったら、またいつかね大人になった時どこにいるか分かんないけど、ここに来て見る機会とかってあるのかなとか思うとさ、結構なんか大事だなとか、素敵ですね、チクチクっていうか、そのなんていうか、まあ、東京だしさ外国人の人もいっぱいいる、すごいやっぱインターナショナルだったね、名前も本当に、まあ、早起きは3問ですけど本当に4問も得しちゃったよ綺麗だな、なんかじゃあタイトルコールいきましょうかね、日曜日もするあなたに送るねんねんねん